アンドレイ・ミフネビッチは、ベラルーシの陸上競技選手。マヒリオシューバブルイスク出身。ミフネビッチは、砲丸投げの選手で、1999年の世界、室内選手権に出場し19メートル44で8位。翌2000年、初めてのオリンピック出場となる、シドニーオリンピックでは決勝に進出し、19メートル48で9位。 2001年のエドモントンの世界選手権で10位となっている。しかし、この後、ドーピング違反が発覚し、2年間の出場停止処分を受けた。2003年、パリの世界選手権直前に復帰し、復帰初戦で21メートル66の高記録を受立。2週間後の世界選手権でも、自己ベストとなる21メートル69を投げ、 復帰後いきなり世界チャンピオンに輝いた。また、同年のユニバーシアードでも勝利している。2004年、ブダペストで行われた、世界室内選手権では20メートル50を投げた、ものの6位に終わる。夏に行われた、アテネオリンピックでも20メートル60で5位に、とどまっている。2005年、2度目のベラルーシチャンピオンに輝くが、ヘルシンキの世界選手権では、 2 0ル7 4で6位に終わった。2006年、モスクワで行われた世界室内選手権は21立方メートル7でアメリカのリース・ホフファに次いで銀メダル。さらに夏にヨーテボリで行われたヨーロッパ選手権でも2 1ル1 1でドイツのラルフ・バルテルスに次いで銀メダルと、この年2つの国際大会で銀メダルを獲得した。 また翌年の2007年大阪で行われた世界選手権においても21平方メートル7でアメリカのホフファアダム・ネルソンに次いで銅メダルを獲得している2008年3回目のオリンピックとなる北京オリンピックに出場21メートル0ゴでポーランドのトマシュ・マエフスキアメリカのクリスチャン・カントウェルに次サニで銅メダルとなりオリンピックで 初めてのメダルを獲得した。また、この大会、妻のナタリア・ミフネビッチも、女子砲丸投げで、銀メダルを獲得。夫婦で、メダリストとなった。しかし2013年、再びドーピングが発覚したため2006年以降の、記録が全て抹消され、永久追放された。ありがとうございます。